汚れを払い、無病息災などを願う伝統行事、夏越の祓いが15日、山形市で行われました。気持ちがすっきりしました。コロナでだいぶ心も、弱っていたところに、今年は特にほらコロナも明けてお祓いしてもらってとっても、こう気持ちが軽くなりました。